あら、はい、おげんこエビリンザマスはよチェーキというわけでございまして、でーこのクソってやるこの野郎ってそういうわけでございまして、そういうことやっていけないわというわけでございます。さ、蛇蔵のお待ち遠さま、大相撲今日の親おっちょ、奥様奥様、今日は何があったのかしら、親おっちょってあったのかしら、お小指立ててるわよ、私ゲート呼んでね、さあさあさあ、何があったのかしら、何の勝利いたの、またいたの、このクソ野郎どもね、やってたのやってたのやってたんだって、親おっちょ、そういうこの豚野郎ちきしょ、この糖尿病野郎ちきしょ、この野郎、そういうこと言ってはいけないわね、そういうわけでございましてね、令和6年大相撲初場所の11日目、何があったのかしらね、何があったの、本当にこの野郎またやってるのね、やってるのね、お尻にちょうだいってそういうこと言っちゃいけないわ、お尻に入れてそれはジャニー北川、私は氷川きよしではありません、そういうこと言ってはいけないわっていうわけでございます。さあ、それと一体何があるのかしら。さあ、今日もですね、お客様のお耳とお目目を拝借するざます。さあ、番組スタートです、よろしくどうぞ。そういうわけでございまして、ヘビリンよチェーキベーというわけでございましてですね、さあ始まってしまいました、あちきはね、思わずやってしまいました、松本人志ですって、そういうこともやめましょうねというわけでございます。さあ、それではですね、本題に入りましょう。今日はですね、令和6年大相撲初場所の11日目、時は2024年の1月23日の水曜日ざますわね、よろしいざます、それで今日はね、これ見えますか、見える、大丈夫ね、はい、今日はですね、あれなんざますわよ、ね、重量の力士がね、重量の7勝力士が2人いたんざますね、確認してみましょう。北の若くん7勝3敗に、武富士くん9勝1敗、北の富士くんが勝って勝ち越しになりましたね。埼玉栄高校ね、隠し子疑惑いろいろありますざますね、誰の隠し子ね、今死にそうな方ね、そういうこと言ってはいけませんというわけでございましてですね、おやおっちょというわけでございます。さあ、その次ですね、いじめちゃん7勝3敗に輝きくん6勝4敗で、輝きくんが勝って勝ち越しならずね、テルピーの分を転ぶのね、ガンエルちゃん元気ね、あなた勝たすために大変よ、みんなお部屋総出のおやおっちょってわけでございます、よろしいざますわね。はい、それで、2人いたうち1人が成立ですから 50%、 まあこんなもんかしら、もう本当にもういい加減にしてちょうだいってわけでございます。はい、その次ですね、幕の内行きましょう。幕の内はね、今日7勝の力士が4人いたんですね、また例のことこうやってうまくぶつけたって昨日お話ししたざますね、確認しておきましょう。隆の勝くん7勝3敗に琴勝峰くん7勝3敗、隆の勝くんが勝って8勝3敗でお勝ち越しね、本当にね、もうあれざますお部屋でね、大関がお休みしたらね、ちょっと自由になったわ、自由になったからね、フリーダム親おっちょというわけでございますね。はい、そして、若元春くん7勝3敗に玉木慶くん、玉鷲くん7勝3敗で根本春くんが勝ってお勝ち越しね、もう本当にね、先場所貸した分やっと今日帰ってきてね、帰ってきてお勝ち越し決めて、また三役戻るのね、手縛られね、阿炎ちゃんにね、ヘズマ君に手縛られてね、またプレーが始まるわね、私もそういうプレー好きよね、私縛られながらお尻にいられるの好き、そういうこと言ってはいけません、私は氷川きよしでもありませんし織田裕二でもありません、そういうこと言ってもいけないわね、ジャニー北川そういうこと言ってもいけないわというわけでございます。さあ、そしてですね、幕の内4人いたうち2人が成立が、これも 50%、 はい、そして、何ですか、これ6人いたんですね、7勝の力士が6人いたうち3人が成立で、これも 50% ね、まあ随分なお客様、ちょっとピタリピタリとこんなに 50% にするかしら、取ってつけたかのようにね、一昨日は80%、 その前は 75%、 ね、そして今日やっと 50% にしてるというこの適当なやつら、まあうまく合わしてるんざますはね、今日は出していない。その代わり割を見てみましょう。7勝の力士の割が4番あったうち3番成立して 75%。 奥様どう思います、これ、奥様30分以内にお電話したら今日はもう一つプレゼントするわ、よろしいざます、30分以内よ、だからそれはそういうこと言ったらいけません、そうじゃないざますはね、はい、よろしいざます。それでですね、まあ 75% ね、割を組むのは審判部ね、星の差配をするのはね、力士たちですね、ですから 50% にしたのは今日は調整に入ってますね、ところが、はい、
75% の割を組んだ審判部の方たちは自分のところの弟子をね、既得権益の中で勝ち越せば給金が入りますね。よろしいざますかしら、ね、そして地位も確保されますね。そういう既得権益の中で審判部の方たちは割を組んでいるということが確認できました。よろしいざますかしら、奥様奥様奥様ってそういうこと言っちゃいけないざますわね。というわけでございます。はい、そしてですね、どうするの明日の七勝力士見る見る見ましょうね。はい、これざますよ。見えるかしら見えるかしら。はい、行きますわよ。見えるわね。はい、十両の七勝力士は3人います。確認してみましょう。大翔鵬くん7勝4敗に、長丸くん5勝6敗、白鷹山くん7勝4敗に、狼雅くん9勝2敗、輝くん7勝4敗に、武尊富士くん9勝2敗で3人ですね。そして幕内、島津海くん7勝4敗に、美ノ海くん5勝6敗、明生くん7勝4敗に、おげいちゃん3勝8敗、琴勝峰くん7勝4敗に、若元春くん、8勝3敗、玉鷲くん7勝4敗に、霧島くん9勝2敗ということで4人います。そして合計で7人います。さあ、どうなるざますかしら。ね、ここは千代丸くんがもうね、投げてますから、セール入って勝ち越すでしょう。そしてここも、はい、1人勝ち越してますから、こっち勝ってお勝ち越し。ね、武尊富士くんも、ね、はい、テルピーの分、コロナば転ばなきゃいけませんから、輝くんお勝ち越し。ね、輝くんの分は、ね、竜電くんが転んでる。ね、この2人、白鷹山くんと輝くんは、ね、はい、高田川部屋。ね、高田川親方はね、なんか理事選に出るとかって、とうとう理事になるのよ。ちょっとどうなるのかしら。あの人多分理事になったらいきなり教習所の校長先生になるのかしらね。困ったもんよ、こう教習所大丈夫かしらというわけでございます。はい、そして幕の内は島津海くんが、これも勝つでしょうね。はい、明星くんね、おげいちゃんも負け越してますからセールに入ります。おげいちゃん振り分けのね、名跡買ったからお金必要なのよというわけでございますね。明星くんの後ろにはね、おいっこちゃんがついてて、おいっこちゃんの後ろにはおじさんがついてね、お金が回って回って回ってありがとうね、いい薬ですというわけでございますね。はい、そしてですね、琴勝峰君と SM ちゃん、 SM ちゃんはね、もう勝ち越してますからね、お勝ち越しさせるんじゃないですかね。大関になったお部屋のね、もう一緒の兄弟分がですね、一緒になんとか勝たなきゃというわけでございます。売り出し売り出し売り出しよというわけでございますね。どっかのね、総連関係が許してくれないというわけでございます。はい、そしてですね、ここですね、このモンゴル御所会始まるよ。まあとりあえず明日はね、霧島君が横綱にならなきゃならないね、祖国にコーヒーを、なんかわけのわかんないこと言ってると思いますけどもね。はい、義兄くんがね、まあ明日負けてとりあえずお預けということになるでしょう。はい、そしてですね、成績評価局で見るざますかしら。見るの奥様、見たいの私のお尻ね、もうケツ穴開いて待ってるわ。そういうこと言っちゃいけません。そういう下品なこと言っちゃいけないわ。私今場所はね、お丁寧にするざますわよ。はい、それではこちら見ましょうね。成績の評価曲線です。見えるかな、見えますか、大丈夫ね。はい、今日は11日目です。最高の成績が10勝1敗の、父4つじゃなくて琴ノ若君ですね。そして最低の一番低い成績が1勝9敗の、湘南の海君ね。湘南の海君が転んでね、転んだ分輝君と白鷹山君のところで、もらってくるね。そして、もう一人竜電君も転んでますね。高田川部屋ね、二人が転んで二人が生きるってですね、このもう何ですか、このイコールコンディションってですね、よろしいと思います。はい、そしてですね、36人いました。確認しておきましょうね。10勝が1人で全体の 2.78%、 9勝が3人で全体の 8.3%、8勝7勝6勝が各4人で全体の 11.1%、 5勝が9人で 25%、 4勝が4人で 11.1%、3勝が5人で 13.9%、 2勝が1人で 2.78%、 1勝も1人で 2.78%、 曲線がこのようになっています。よろしいですか。今日は11日目です。成績優秀者は勝率5割以上と考えると6勝5敗、ね、6勝以上の人を総ざらいしていますと16人、全体の 44%、ね、そうでない成績の良くないものは20人で全体の 56%、 はい、これだったらいいんじゃないのというわけでございます、ね、お客さんはそういうふうに、これならガッチンコ勝負だってね、ケツ穴開いて待ってろよって、そういうこと言っちゃう、そういうふうになってるわけでありますけどもね。ところが、はい、昨日もお話ししました、キーピングポイント8勝7勝6勝、ここ見ていきましょうね。ここが全体の4人4人4人で12人になって、また綺麗に並びてるざまさ、このインチキ野郎、このブタ野郎があって、そういうこと言っちゃいけないざまさね。はい、それで、並んでるところ12人で全体の 33% います。
はい、昨日は 28% キーピング、増えてますね。 33% 3割弱から3割中ぐらいになりましたね。 33% ということは、来場所は昨日も話しましたけど、今のところですよ、今のところね、3割の人が番付を大きく上げることもなければ大きく下げることもないという、ね、既得権益の中でお相撲を取っている、そういうことが見えてきます。よろしいですね。さあ、このような形でいかがなものかと、こういうふうに言ってるわけでございますけども、まあまだ途中ですからね、うん、今日は成績優秀者が 44% で半分以下になった、ね、まあお話は戻りますけど、これで正しいんじゃないのとなりますけども、ここはまだまだざます。だってね、5勝この5勝の力士というのが9人いるわけですから、これがここからどう動くかですね。よろしいざますかしら。そしてですね、まあ、このように見ていく中でね、このキーピングポイントの人間が4人4人4人と上手に並べてます。そして、はい、これが絶対評価になるという見方ではないということを説明しましょう。はい、優秀者と一番最下位のものが一人一人で鳴らしています。大きな一番のビッグカーブのところを多少ずらしていますが、 9人って声が出ます。綺麗に並べるとこう山なりになりますね。低いところから高いところ、はい、これを何というかというと相対評価ですね。はい、お客様と一緒、ね、お客様の中でも小中学校の時代の通知表、成績表ですね。各1学期2学期3学期で先生からもらえますね。5段階評価とか10段階評価、学校によっては5段階評価10段階評価、または3段階評価ってところもあるのかな。小学校だと大変良い良い頑張ろうなんて、こうやって3つに分けているところもありますね。そこで確認をしますと、今のお話ししたように大きいカーブのところからなだらかに落ちていくという形で、これを絶対評価というところ、相対評価と言います。じゃあ相対評価というのはどういうことかというと、絶対評価じゃありませんから、あなたとあなたはいいから今場所はお星をあげましょう、あなたとあなたは悪いから今場所はお成績をあげませんというですね、そういう成績の評価になるわけです。これはどういうことかというと、絶対評価じゃないということは、絶対評価というのは勝つか負けるかですから、そうでしょ、絶対ですから。でも相対っていうのは大まかに大らかにね、確認をしながら、みんなで、地位を確立しながら、みんなで成績生活を守りましょうという、これは表になります。ですからお答えは一つね、親はちょというふうに見てよろしいんじゃないでしょうか。まあ、もし何かこういうものを見て今日は違うぞというご意見のある方がいらっしゃったらおコメントにてどうぞ一緒にね討論しようじゃありませんか、ね。まあ、そういう中でですね、お星の差配貸借または買取、いろいろあると思います。いろいろありますけどもね、まあ、そういう部分の中で確認をしていきましょうという形がこのお相撲の中です。それとですね、何ですか、今日のお相撲よもやま話ということで、なんか理事長ちゃんがなんか記者団にですね、記者団の方が、交渉制度、交渉っていうのはあれですね、場所中の怪我、場所中土俵上で行った怪我がですね、交渉として認められて、まあ、次の場所の救済措置になるんじゃないのという、交渉っていうのはこういうふうに書くんですね。交渉、公の怪我ってことですね。それはどうなんですかと言ったら、それは難しいですねと。じゃあなんで難しいのかと言ったら、最近はね、力士の大型化が進んで、またはガチンコ相撲が進んで怪我をしていることが多い。ちょっと待てと、理事長がそんなこと言い出すと、理事長がガチンコ相撲が増えたとかなんとかって言い出すとね、まずいんじゃないのってわけです。じゃああなたたちの時代はそういうことをやってたのって、こういうふうになるわけじゃありますけどね。まあ遠回しに彼らにしてみたら、多分親王朝っていうのはきっと当たり前というか普通の生活の中の光景の一つなんでしょうね。悪い、今場所ちょっと一つ貸してっていう、そういうことなんでしょう。よろしいざますかしら、ね。その中で、まあ、2011年に親王朝がバレたわけですけども、あれはもう本当彼らにしてみたら青天の霹靂だったんでしょうね。まさか野球賭博がバレた、野球賭博がバレて事情聴取を受ける中で、その関係の物的証拠ということで携帯電話ですね、当時ガラケーなのかな、そこを取って証拠を集めた時に
メールの中にどうやら星のやり取りのある差配がされているという証拠の文面が出てきた。でそれを警察の方は文部科学省に通報したんですね。こういうことやってるぞって。なんで文部科学省に通報したかというと、お相撲というのは公益財団法人です。で公益財団法人で管轄は文部科学省の管轄です。ですからそこにリークした。そうすると文部科学省のおいおいおいと、ちょっと待てということで、理事長を呼んで、お前これって何やってんのってなったらバレちゃった。そしてそれが後々ですね、マスコミ、新聞とか週刊誌の方ですか、まあ、テレビも含めてですね、そこに流れていった。それで、大きなニュースになって、次の日にですね、新聞の一面に親尾町お相撲バレ、お相撲の親尾町バレましたって出たわけですね。それで皆さん、ごめんなさい、悪かったとかってたわけなんですね。よろしいですね。そういう歴史があります。ね、私もそれ見に行きました、記者会見ね。まあまあまあね、謝ってるんですけどもね、謝ってるったって、まあ、これがね、私は思ったんですけどもね、私が考えたことは、お相撲って、当時はね、お相撲公益財団法人じゃなかったの。まだね、財団法人だった、2011年の。で、その後なんですよ。財団法人から公益財団法人に切り替える、要するにチェンジしていく部分の中できちんとした書類を出しなさいと。でも、今のままだったら公益財団法人あげないよ。じゃあ、お相撲は公益財団法人、財団法人であげたらどうなるのっていうと、税の減免がなくなるんです。税の減免がなくなるってことは、例えば、お相撲というのは、大体ですよ、100億ぐらいの会社ですね。100億、多い時では120億ぐらい。まあ、昨今ね、流行り病がいろいろあった時に、巡業等ができなくなって、総売上が80億ぐらいに落ちましたね。まあ、それでも、まあ、大まかにならすと、ね、フラットにね、アベレージだと100億ぐらいの売り上げになるところです。そうなりますとですね、まあ、事業関係のね、税金を納めるというのはね、あれなんですよ、3億ぐらい納めなきゃなんで。ところが彼らが公益財団法人ということで納めているのは15万4千だったかな、ね。まあ、そういう部分の中で全然違う。3億円と15万4千じゃ全然違いますからね、払うのね。要するに彼らは税の減免を受けている。その税の減免をしてほしいがために、その公益財団法人公財ね、公財というね、看板が欲しいということで、そこからいろいろと転換していきながら、なんとか2014年に公益財団法人の看板をもらったわけです。そこでまた私が考えるということは、彼らがもし、私的の団体、株式会社とか一般社団法人とかって名乗っていればいいんです。っていうのは、彼らは今公益財団法人ということを名乗っているということは、公益というのは公の財産です。いいですか。公の財産ということはね、みんなのものです。国民みんなのものです。彼らだけのものじゃないんです。ですから彼らは公のもの。じゃあ公益財団法人は何たることかというと、彼らの持っている看板というのは、相撲を通して相撲文化の伝統文化の普及と青少年の健全育成ということを謳っています。ところが彼らのやっていることというのは、よろしいですか、野球、賭博、暴力、殺人ね、そして親を帳、いろいろありましたね。2007年ぐらいから随分ありましたね。まあ、そういうことをやっている団体が、ね、公のものとして存在していていいのかということです。いいですか。彼らが私企業であればいいんです。親を帳やっても。なぜかというと、私企業というのは営利目的集団ですから。ね、その私的な部分で営利を目的として営利を稼ぎたいという場合は、それは親を帳って台本やって、台本あってお客さんを喜ばせたら、それ別に構わないんです。ところが公益というのは公のものですから、そしてその分税の減免を受け、ね、それなりの扱いを受けているわけです。ですからはっきり言ってインチキはいけないんです。よろしいですね。ですから私は怒ってるんです。怒ってるわけではないですよね、呆れてるというか、こうおかしいよって言ってるんです。これお客様ね、見ていただく中でお相撲が公益財団法人だということをご存じない方もいらっしゃるみたいです。まあ、ですからよくね、そういうのはね、お調べになられて、あ、お相撲っていうのは公益財団法人なんだね。じゃあ公益財団法人ってどういう看板を持ってして活動している団体なのというのもお調べになられると思います。例えば、簡単に言うと、そうですね、各プロスポーツ団体、例えばプロ野球とかサッカーとか、あの人たち各球団というのは私企業ですよね。営利目的ね、
刺激ですよね。刺激、刺激ね、刺激ね、字のこと刺激ね、私の利益、個人ですからいいんです。プロ野球でどんなに頑張る、ただプロ野球の場合でその野球賭博っていうのありますけども、あれはなぜダメかというと、そのお金が反社の方に行って反社の資金になるからダメなんです。例えばこれはですね、例えばのサッカーくじっていうんですか、私サッカーあまり興味ありませんからあれですけども、サッカーくじなんていうのは捕まらないですよね。あれはちゃんとね、私益の中でもきちんと許可を取りね、きちんと国の交換所の方で、許可、免許を取ってやってるからいいんですね。まあ大相撲の場合はお相撲賭博って言いますが、あれはもうあれですよ、こういう話ですからね、手がね逮捕されちゃう話です。あれはもう違法賭博ですからね、気をつけましょうね、というわけでございます。さあその他にですね、また何かご質問があった場合はコメントにてどうぞ、私が知っている限りでお答えしたいと思います。今日はちょっとね、少し真面目なお話になりました。いかがでございましたでしょうか。優勝の予想ですか、ね、お客様の中で優勝は誰かって言いますけども、まあ、この調子で見ると、協会の方もね、佐渡ヶ嶽部屋の孫、琴ノ若君、あれを一応優勝させて大関に一気に上げたいっていうところでしょうね。本来ならば、9勝11勝で20勝ですから、大関の頭角は33勝ですから、本当は今場所13勝しなきゃいけないっていうのがあるんですけども、普通ね一桁のところから起点に置かないと思うんですよ。普通2桁2桁2桁で33って取るから、例えば平均すると11、11、11って取ると思うんですけども、もうお相撲協会そんなこと言ってる余裕ないんざますよね、はっきり言って。もう大関2人はモンゴルちゃん、1人は佐藤君、ヤクルト君、ヤクルト君首痛くてもいつ陥落するか分かんない。今相撲協会にしてみたら大関なんか4人でも5人でもいたらいいと思うんですよ。いつ誰が落ちるか分かんないから、下手したらね大関ゼロになっちゃう可能性があるわけざますわね。何場所か前にあったざますわね、何ですか、霧島君がずっこけて、甥っ子ちゃんが大関になった場所かな、甥っ子ちゃんなんていうか負け越しちゃったってなりましたよね。あの時もしかしたら角番でね、どっちもリーチかかってたら2人とも落ちて大変なことになるって、まあそんなことがあるとですね、なんかよく分かりませんけども、お相撲の協会の番付というのは大関が絶対にいなきゃいけないって勝手なルール作ってるんですよね。大関というのは大関取りって意味でありますわよ、よろしいでございますね。まあ関取の中での大関取りがいないと番付が作れないという、そんなことないんですよ。別に大関いなくたって別に大関ね番付作ったって構わないですよ。彼らの勝手な解釈とルールの中でやってるわけでありますよね。ですからそういう保険を考えると 4,5 人いてもおかしくない。まあ一時6人ぐらいいた時あったざますね、稀勢の里とか琴欧州とかなんかいた時6人ぐらい、これ多すぎんじゃないのかなと思いましたけど、まあそれはそれで、ね、協会にしてみたらよかったんじゃないですかと。横綱にしたって2人だったよね、1人よりは2人、2人よりは3人いた方がいいざますね。あんまりいるとお給料高くなるから困るっていうのはありますけどね、白鵬ちゃんの時みたいに困るわってなりましたけども、まあそれはちょっと置いといてね。まあそんな中で、この私益の団体というのはですね、まあ、ある程度の、まあ、法律に違反しない程度の、利益を追求しても構わない、利益追求集団でも構わない。しかし公益の場合ははっきり言います、公益の場合の収支決算は基本的に利益を出してはいけません。これが公益財団法人のルールです。その代わり税の減免をしているんですね。でも彼らはそれなりの利益を上げて、しかもまあ、最近落ちてきてますけども、余剰金が270億ぐらいあったのかな、去年。今度の2月の、あれですね、収支決算出した時、決算書出した時に、多分余剰金は270億ぐらいになるんじゃないのかなと僕は見ていますけども、まあ、一時はね、すごかったんですよ。昭和の後期から平成の初期にかけて両国国技館を作った時ですね、今の両国国技館を作った時にはなんと400億を無借金で建てた、すごい余剰金があったんです。お相撲協会ってすごいでしょ、彼ら財団法人でそんなことやった。今公益財団法人になってそれでも少しお金は落とされて減ってはきてる、まあ減ってはきてるけど、彼らが意図的に減らしたんじゃなくて、この社会情勢ですね、流行り病があってお客さん入れられなくなった、ね、無観客興行なんてもやったざんますよね、いつぞやね、すごいのありましたね。まあそんな中でお金をどんどん落としていった。まああとはですね、まあ
今問題になってるのはなり手がいないっていうね、とうとう お相撲さんたちが500人切った、599人、600人切ったとかって言ってましたね。一番多かった時はなんか800人ぐらいだとかって、ああ随分減らしたって、あれ随分減らしたって言っても今回この流行り病でお金を払えない、維持できなくなってだいぶリストラしたっていうのも私聞いてますけどもね、まあ、意図的に減らしたっていうのもあって、今度じゃあ入ってくるかって言ったらこうなかなか入ってこなくなる。そりゃそうなんですよ。これだけね、何ですか、新弟子をいじめたりね、はあではね、どつき倒して殺してね、殺人事件が起きてみたり、時津風部屋だったざますわね、伊豆だよね、まあ、そんなことがある中で、お相撲をねやってるお子さんの親御さん、ご両親の方がその大相撲の世界にね入門させるかっていうことになるわけざますわね。いや私はね、自分の子供は絶対こんなもん入れないざますよ。まあ相撲もさせてませんけども絶対に入れないざますよね。でもそれが普通の親御さんの意見や考え方であって、まあじゃあどうするかっていうと、あちらのモンゴルだとかああいうところのねところから相撲セレクションをして、毎年あれ6月とかやってるざますよ、相撲セレクションって。でそこにはね、あの白鵬ちゃんの義理のお父さんとか、あとお坊さんの池口栄冠先生とかね、なんかそういう方たちが行っていろいろやってるざますわよ、ご存知でね、ほとんどね人身売買のごとくね人連れてきてねやってるんざますわよ。あのモンゴルからねこっち一人連れてくると300万とかね、なんかそんなふうにやってるので、実はねそういうことやってる。あまりそういうこと言うとね私も命の危険があるから言えませんけども、私は行って取材を重ねてました。その時の動画も一つ出してますんで、だいぶ前ですけどもね出してます、ご覧になってみてください。多分ねその時瀬戸内さんはねそれご覧になっていただいて、あこんなことやってんだってコメントをいただいたことがありますね。あの覚えてらっしゃいますかね。そんなのもありますんでね、何か興味がおありの方はご質問があったりね、何ですかその動画を見ていただいて、あこんなことやってるんだなって確認されてみたらいいんじゃないでしょうか。それではですね、今日の講義はこれぐらいにしておきますか。ご挨拶しておきますか。姉ちゃん見てるか、姉ちゃん見てるね。こんなわけでございます。さその時ですね、川原さんお元気ですか、寒いですから暖かくしてください。森子先生おコメントありがとうございます、こんにちは。こんな始末でございます。まあ、今のところ優勝はあれじゃないですか、久しぶりに日本人の力士優勝ということで、あの琴ノ若君にさせるつもりでいますけども、まああのモンゴルのね三人衆がですね、なんとかかんとか星を潰させようとしてやるんじゃないですかね。まあそれで結局桐島君が優勝するとか、それで優勝してこのままいって13勝2敗で優勝して、それで横綱昇進で万歳なんてこういうふうにやるような雰囲気もしますね。私はなんとなくそんな風に見てますけどもね、いかがなものかとってこういうふうに言ってるわけでありますけども、いかがでしょうか。森子先生の的確なあの例のごとくの鋭いご考察期待しております。はい、その次ですね、はい、松山さん、おこんにちはのヘビリンザマサイよ。さあ、おコメントありがとうございます。あともう少しね、あと4日お付き合いください。その次ですね、フリードリヒ先生ご無沙汰してます、お元気ですか。お仕事ご順調でしょうか。寒いですからね、お気をつけ遊ばせというわけでございます。その次、マサピママ上よ。なんだかおコメント消えたそうね。もう本当にね、ここの運営側もいろいろあるから大変よ。もうヘビリンもね本当に、まあともう少しやってるざますけどもね、ヘビリンも結構おコメント消されてるざますよ。おコメントどころか全部消されてるざますわよ。もう何かと圧力が大変な世の中ざますね。言論の自由がなくなってきたこの日本ということでですね、一体いかがなものかとってなってるんですけども、どんなんなんでしょうね。まあそれも様子を見るのも面白いんじゃないですか。バカな国家が崩壊していくっていう姿をね見ると面白いかもしれませんよ。まあ早く日本は脱出した方がいいんじゃないのかなとヘビリンは思っています。はい、その次ですね、瀬戸内さんおコメントありがとうございます、おこんにちはのヘビリンザーマスはよ。いつもね今場所もどうもお付き合いいただいてありがとうございます。七勝力士のご考察ということでやっております。そして瀬戸内さんのね、各日にちのリポートということですね。インチキヨガって言われても本当に、ね、お腹が痛いから勘弁してください。もう本当にもうなすごいですよね、あのアバンギャルドなこのコメントというのはね。もうヘビリンはそういうセンスがないんで、なかなかこう上手に返すことができませんけどもね、もうどうしていいか分かりませんけども、まああの面白いおコメント、アバンギャルドのおコメントね、期待してお待ち申し上げているザマスだよ、ね、大歓迎ザマス、よろしくお願いいたします。あともう少しです今場所ね。はい、その次ですね、ねたかさん、ねかたさんね、こんにちは、ありがとうございます、おコメントありがとうございます。まあ、板井さんのお話をまた一つ、今から5年ほど前、6年、5年前かな、6年前になるのかな、
私と妻がですね、お相撲を見に行こうということで、板井さんをお誘いしました。これ前もお話ししました。瀬戸内さんはご存知か、瀬戸内さんやね、マサピーはね、ご存知だと思います。いつで私は、板井さんをお誘いして、板井さんがすごく嫌がってました。板井さん、お相撲見に行きませんか。嫌だってです、板井さんね。それで、それでも無理やり誘ったんです。だから板井さんが半分シャレでね、じゃあ斉藤先生、帰りになんかご飯ごちそうしてくれる?なんて言うんでね、ああご飯どころか何でもごちそうしますよって言って一緒についてきてもらいました。3人で、末席の B 席でね、 A 席じゃなくて B 席でね、3人、で見てました。そうしましたね、その日の割の紙もらえますでしょ、その日の取り組みね、メニューみたいなもの。それで、うちの嫁がねずっとこう見てたんです。ああ今日は誰それとやるのねなんて、稀勢の里横綱になってどうのこうので、うちの妻はですね、稀勢の里の不安でしたから、大変で、ね、頑張れ頑張れなんてやってたんです。私はね誰の不安でもこのクソ野郎なんて見てましたけどね。そうしましたらね、うちの妻がですね、私の妻がですね、板井さんにですね、板井さんって今日の勝敗なんてわかるなんてこうシャレで言いましたらね、板井さんがね、わかんないわかんないわかんないよって言いながら、僕がねその横でね、板井さんちょっとやってみてくださいよって言ったら、急に目つき変わったのね。いいよって言って、そしてねじーっと見るの、それをじーっと見るのでね、斉藤先生ちょっとペン貸してって、で私ペン貸した。そしたらね、勝敗に丸×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 って全部やってくの。幕の内の取り組み全部丸×丸×って、いやびっくりしました ね。 でね、私が聞いたらね、これはね、一問がここでしょ、一問でこれどうしよう、星貸してるでしょ、これ買い取って、こいつ買い取ってるでしょ、でここが回されるでしょ、これ星回すでしょ、こいつ買い取るよね、こいつ回すよね、こいつ返してるよねって全部やって、丸バツ丸バツやった。幕の内20番で、うちの嫁がね、わあこれ全部当たるかもって言ったらね、板井さんが、当たらない当たらないって、こんな適当だから、今の遊び遊びって言ってね、幕の内が4時ぐらいから始まったでしょ。ちょうどその夏、ごめんなさい、9月場所見に行ったのかな、いやあごめんなさい、5月場所だ、見に行ったの、5月場所。その時見に行ったらね、幕の内のね、20番ね、板井さん全部当てました。あの時は僕もびっくりしましたね。これが本物の中本かと思いました。引退して何十年も経った後の相撲取りのやつを、一問だとかなんとかの貸し借りのやつ全部当てたっていう、僕はね、身震いしましたね。ゾクッとしましたね。この人何者なんだろうって思いました。そうしましたら板井さんがね、まぐれまぐれって、たまたま当たっただけって言って笑ってました。そんな思い出があります。いかがでしょうか。まあこんなお話過去にしたことありましたけどもね、またせっかくね、新しいご縁でお越しいただいたお客様、ネタカ様ね、ありがとうございます。まあこんなお話もあったということでお話ししておきましょう。あと他にも板井さんの思い出はいくつかあります。まあ機会があればお話しできると思います。また何かございましたらおコメントにて、いただけたら幸甚です。まあ今日はね、おさらいしておきましょうか。まあ 50% の7勝の確率、勝ち越した確率、ところが割にしてみると4番中3番で 75% あったということ。そして明日も、当たり前ですけど7勝の力士がいるということで、どのような貸し借りが できているかということも確認しておきましょう。そしてこの成績評価曲線は、優秀者が5割以下で少なくなっていますが、キーピングポイントで3割もいるということ、これが来場所以降維持されるという既得権益の中でやっているということですね。それともう一つ、公益財団法人の話、公益財団法人を出しているのは日本の政府です。政府、文科省ですね。ですから文科省で内閣府も絡んでるんですよ。ですから、内閣府の人が、内閣府の副大臣は3人います。3人のうちの1人が公益財団法人の担当です。その人がここを一応一番上からコントロールしています。それは確認しておきましょうね。まあ、そんなお話をしてきながら、お相撲というのは公益財団法人ということは政府とのつながりがものすごく深いということ、密接な関係であるということ、それはもう過去に、江戸時代の頃からお抱え力士というものがいて、それは各藩主の藩主さん、お殿様が持っていたおもちゃです。そういう部分があって、非常にお相撲と政治というのはつながりが深い、ね、そういう部分の中でなぜか、ね、政府とつながる、政治家とつながる、なぜかというと政治家の票につながるからです。各部屋の後援会長は結構政治家の先生が多いですね。彼らはなぜわざわざお相撲の、後援会の会長になるのか、答えは簡単です。選挙の票につながるからです。
ね、講演会、お相撲の講演会、お部屋の講演会、いっぱい人いますね。その人たちが票になるわけです。よろしいですね。ただそれだけのことです。彼らは、いいですか、政治家の先生は猿は木から落ちても猿ですけども、政治家の先生は選挙から落ちたら馬のクソイカってよく言われますね。これは昔から言いますね。そしてお相撲さんというのは男芸者の裸踊り、こういうふうに言いますね。これはあの明治時代からです。そして明治時代の頃に、明治は45年ほどあったんですけどもね、その中で明治の初期の頃、相撲不要論というのがありました。野蛮だと、裸で、あんな喧嘩してるのは野蛮だということで、一回相撲をなくそうとしたんですね。なぜかというと、江戸時代の頃まではちょんまげ文化でしたけども、文明開化の音がするということでちょんまげを落としました、ね、ざん切り頭を叩いてみれば文明開化の音がするというのことがあって、まあ、ちょんまげ文化はなくなるんじゃないかということがあって、相撲不要論というのが出てきたんですけども、まあ、いろいろの、ね、そういう政府の政治家の力があって、あれは守られてきた。なぜかというと、明治天皇が非常にお相撲が好きだったんですね。ですから守られたという部分があったんです。よろしいですか。明治天皇、睦仁ですね、睦仁天皇がですね、お相撲が好きだった。そして、その孫である昭和天皇、広仁天皇、彼もお相撲が大好きでしたね。よく相撲見に来てましたね、昭和の時代ね。はい、そういうわけでございます。まあ、この辺のお話もね、私の過去の動画の中で、相撲史の研究というのをですね、今、途中で第21回までやってんのかな。あのそれから続きやろうかなと思うんですけど、なかなかね、お客様のね、ご好評いただけない、なんか話がつまらないのかな。中にはね、喜んでいただける方もいたんですけども、なかなかちょっとご好評を得ないんでストップさせてますが、もしお客様の中で、相撲史の研究、今は明治に入った頭ぐらいのところまでお話ししました。相撲の起源から明治の頭ぐらいまでお話し、幕末ですね、幕末から明治にかけてぐらいのお話をしています。21回ぐらいお話ししています。それもご覧になっていただいて、もしご興味がある方がいたら挙手、続けてみたいと思います。あとですね、親王朝がなぜなくならないのかという、あの昨今最近やっているシリーズも、もう3月に引退しますんでね、私ここの YouTube をね、ですんで、全部お話をさせていただいて、ピタッとエンドをしたいと思います。それではですね、また何かご興味のある方、それとですね、今日もちょっとお時間がない関係で、他にもおコメントいただいたお客様、誠にありがとうございます。感謝申し上げます。ちょっとお名前の方を割愛をさせていただきました。大変申し訳ございません。どうぞご容赦、お平にお許しください。それではエンディングに入りましょう。エンディングです。花田まさる氏がって、もう本当にもういい加減にしてほしいですね。もうこれ、まあこんな形で今日は随分ね、調整に入ったということで、出したり引っ込めたり出したり引っ込めたりって、まるでパチンコ屋の営業のようにね、出玉は出すね、引っ込めるね、全部出してたら、前もお話し、全部出してたら破産しちゃいますからね、引っ込めたら出す、引っ込めたら出す、この順番で明日はどうなるか、明日あたりまた出すんじゃないの、それか明日あたり一回調整するかもしれません。しばらく調整した後、13日目の休憩直してドバッと出すね、そういうやり方もあるかもしれませんね。僕には明るい未来が見えません。そんなもんてめえで見つけろこの野郎ってこういうふうに言ってるわけです。まあもう何回もしつこいざますけどね、よろしいざますかしら、ね、まあこんなくだらないものね、まあ50年先にはこれはないと思ってますね。この工業団体はなくなるでしょう。まあどっかデパートの屋上かなんかでやってるかもしれませんね。まあ日本がその余裕がなくなってきている、公益財団法人を抱えるほど お金に余裕がなくなってきているところは事実です。ですからこの団体もそのうち自分たちでやれって言われたらできなくなるでしょうね。さあそういうわけでございましてですね、また本当にしつこいようですけど、何かご質問やご希望ありましたら、おコメントにてどうぞ、私が答えられる範囲を答えますし、ご希望に答えられる範囲も答えたいと思います。さあそれではですね、また明日私が殺されなければお会いいたしましょう。寒いですからね、暖かくしてお過ごしください。お風邪など召されませんように。それではヘビリンでした。ご苦労様。